皆さんおはようございます。斉良平です。今日が11月29日月曜日ですね。新しい週の始まりです。今日からですね、まあ、質問にも答えますけども、今日月曜日なので、僕のね、月曜日から日曜日までの、まあ、お父さん、あの娘がいたと前提で、これ簡単なショートコントなんですけども、月曜日タイプの人が、自分の娘が連れてきた彼氏が結婚の挨拶に来た時にどんなリアクションをするかっていうのを月曜日から日曜日編までで、やろうと思います。最後にですね、なんかこう最近長い動画をなかなか出してないので、ちょっとね、前にも言った通りちょっと皆さんがくすって笑うようなね、そういうきっかけがあったらなと思ったことで、ちょっといろいろ店長と考えながらそういうショートコントを最後に入れさせていただきますので、今日の質問はですね、一つが、僕のね、ブログに入ってたやつが一つは、何個かあるんですが、その一つが何かっていうと、僕のところじゃない、占いのところに行った時に、虎年の子供を産んじゃダメだよって言われて、すごい気にしてるって言ってて、で、まあ年齢も年齢だし、その、もう虎年待って、その翌年までなんてなかなか待てないから、虎年の子供を産んじゃいけないんでしょうかっていうコメントが入ってたんです。けども、ね、そんなことはまずないんですよ。ないと思います。じゃないと、そんなこと言ったら、虎年の人たちに謝らなきゃいけないので、虎年の人ってのは来年虎年なので、虎年の人っていうのは、基本よく、年配の先生たちがね、言うのは、虎年の女性はね、気が強いです。で、虎年の男性は、優しい人が多いって言って、虎年の女の人はよく虎年の男の人を捕まえなさいとか、自分より干支の大きい、動物ね、虎年って考えたら、自分より大きい干支って考えたら、牛年の人だったりとか、ね、イノシシもちょっと微妙かなね、牛、トラ、タツとか、ミー、馬とかいう人たちを選ぶといいよっていう、なんかちょっと迷信じみた話だったりするので、ただ、その占い師さんが虎年で子供を産むなって言ったのは、天中殺なんじゃないかなと思うんですよ、もしかしたら。っていうのは、天中殺に赤ちゃんを産んじゃいけないんだったら実際ありません。ただ、結構なかなか赤ちゃんができなかったりとか、あとはこうちょっとなかなかね、陣痛来て出産するまでに時間がかかって結構大変だったっていう人たちが多かったりするっていう、話をする人が多いので、そういう意味で控えたらっていう話をしたのかもしれませんね。なので、何年だからダメだなんてことはまずないです。だから、虎年の女性もみんな気が強いなんてことはないですけども、やっぱでもね、この人やり手だなって思う女性はね、虎年の女性今まではやっぱ多かったですね。男の人に負けてない仕事っぷりする人たちがすっごく多かったなっていうイメージもありますし、男性はね、ほんと優しい人が多かったなと思います、イメージ的には。なので、何年だからこの年で子供を産んじゃいけないよっていうのは僕は基本ないと思ってます。ただし、タイミングによってはできにくかったりとか、ちょっと、なかなかね、赤ちゃんを産むのに対して時間がかかって大変だったっていう人たちが多かったりするタイミングに被るのが天中殺とか大殺界とか空母って言われてるタイミングになることがあるので、質問者さんはね、気にせずに、妊活頑張ってみてくださいっていうことです。今日はこの質問に対しては以上ですかね。で、今日は、ショートコント、店長大丈夫ですか？はい、やりましょうか。はい、やりましょうか。これは、もう一回説明しますね。月曜日生まれのお父さんの家に娘がいたとして、そこに彼氏が訪ねてきて結婚の挨拶に来た時に、月曜日生まれのお父さんは多分こんなリアクションっていう、これももちろん月曜日生まれにもいろんなタイプがいますから、ただ、職人肌だしね、コミュニケーションは得意じゃないんだけど本当にコンコンとやっていく、まあ今は言ってみたら高倉健さんとかね、ああいう人たちが職人肌の人の要素がある、もうプロとして活躍する人なんですが、こういうお父さんが、来たら、娘さんの挨拶に彼氏さんが来たらこんなリアクションという僕の勝手なイメージです。はい、はい、いきます。では、はい、ショートコント、月曜日生まれのお父さんです。はい、はい、こんにちは。今娘さんとお付き合いさせてもらって、結婚を前提に考えてますので、お許しをいただけないかなと思い、今日ご挨拶に来させていただきました。お父さん、よろしいでしょうか。おめでとう。こんな感じです、はい、今日も元気よく行きましょう。はい、ということで新しい週が始まります。月曜日生まれの頑固なお父さんをちょっとイメージした、リアクションでした。以上です。ということで今日も元気よく行きましょうということで、おっしゃー、ということで今日も元気よく行ってらっしゃい。お気をつけて。